どうもまいまいです。今日はダイソーで買ったものと新作のシールとかですね、あとはスタバのホリデーグッズを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは新しいシールから紹介していきます。これね、すごいみんな探してるやつ、 SNS とかですごいみんな注目してる新しいシールになります。すごい可愛いですよね。めちゃくちゃ使いやすそう。線画でね、何にでも合いそうなシールで可愛いなと思います。あと数字とか英語のフレーズのシールですね。とても100円には見えない可愛いシールだと思います。では次はこれも新しいシールで、あと文具柄があったかな、なんですけど、私は文具柄は購入しませんでした。なんか色合いがね、ちょっと私が使うイメージがつかなかったので、こっちのカフェ風のシールだけ買ってきました。これ同じシリーズなんですね。ジャーナルデコステッカーと書いてあるシリーズになります。可愛いですよね。でこれは多分前からあるシールかな、和菓子のシール、可愛くないですか。小さいしちょこっと使うのにいいかなと思って買ってきました。どら焼きとか可愛い、たい焼きとかね。であとこちらも新作ですね、ポイントステッカー、ペイントとチェックパターンですね。透ける感じのシールになってて、文字の上に貼るといいみたいです。薄くなっちゃいそうだけど、これが薄くなってこんな感じになるんですかね。アイスクリームみたいですよね。アイスクリームとかマカロンの上みたいな感じに見えるけど、ペイントみたいです。でこっちがチェックの丸いシール四角いシールですね。これ色合いがすごい可愛いですよね。ポイントシールでセリアとかで4枚ぐらい入ってるのとはまた違った可愛さですよね。色合いが絶妙で可愛いなと思います。で丸シールですね、お空スカイのシリーズになります。あと1枚青空ばっかりの晴れた空の丸いシールがあったんですけど、そちらは買ってきませんでした。これは何だろう、朝焼けとか夕方とか、こういうピンクのお空とかあるんですかね。すごい素敵な色合いだなと思います。でこっちが夜空、お月様が出てたりしますね。下は満月になってたりします。であとこれは何だろう、何時の空かは分かんないんですけど、色合いが綺麗なので買ってきました。シートシールはこんな感じになります。では次は折り紙、デザインペーパー、千代紙、まあこんな感じの千代紙を買ってきました。水彩タッチのシャビーウォール柄、4から5枚ずつの20枚入りになってます。柄はこんな感じ。このカラフルなタイルみたいなのすごい可愛いですよね。シャビーウォール柄、壁紙柄なんですかね。壁紙ではないか、壁柄。では開けていきましょう。クリップがついてました。千代紙というだけあって、すごいザラザラした感じ、ツルツルではなくてザラザラですね。でこのカラフルタイルと木木目柄とカラフル木目と木の柄になってます。裏は白ですね。で次はグリッター千代紙、これは3色の5枚ずつで計15枚となってます。これも開けましょう。
これは なんだろう、めちゃくちゃ薄いです。薄いし紙じゃない、なんかちょっとビニールっぽい感じになってます。裏は、表はザラってザラサラみたいな、で裏はフィルムみたいな感じの手触りになってます。面白い。普通の紙だと思って買いました。でシルバーとグレーかな、グレーっぽいシルバー。これノートとかに貼るとギラギラで目立って可愛いかなと思いました。では次は文庫本サイズのブックカバーと、あと手張りのラミネートフィルムを紹介します。でこの手張りのラミネートフィルムはもう1枚こっちを使ってシステム手帳用のディバイダーを作りました。この紙はセリアのデザインペーパーです。でディバイダーが何するものかっていうのもそもそもそんなに分かってないんですけど、可愛いので作ってみました。これは後ろに挟んでおきます。セリアでも手張りのラミネートフィルムは売ってるらしいんですけど、ダイソーの方がサイズが豊富なのと容量が多い、枚数が多いのでダイソーで買ってきました。なんか物はセリアの方がしっかりしてるみたいなんですけど、私はディバイダーを作りたかったので、まあ、薄くてもいいかなと思ってダイソーで買ってきました。また可愛い紙が手に入ったら作ってみようと思います。でこれね、ブックカバーをダイソーにあったので買ってきました。開けましょう。革っぽい質感のブックカバーになります。これはなんで買ったかというと、ほぼ日のカバーにしたかったんですよね。で以前買ったこれ、ほぼ日のプランナーなんですけど、カバーをね、まあそのままでも素敵なので買わなくていいかなと思ったのと、カバー、ほぼ日のカバーはね、ちょっとバタフライストッパーとかがついてて、私は家で使うので持ち運ばないから、そんなにしっかりしたものはいらないかなと思ってダイソーで買ってきました。つけてみましょう。入るかな、入んなかったら普通の文庫本カバーとして使います。なんかね、待ちなさそうですもんね。どうだろう、つけることができました。よかったです、つけられて。多分分厚くなったら入らないかもしれないんですけど、意外とここがまだ余裕あるから分厚くなっても大丈夫なのかな。こんな感じで使っていこうと思います。次はスタバのホリデーグッズを購入したので紹介していきたいと思います。ただこれは文具ではないので興味がある方はぜひ最後まで見ていってください。では早速開けていこうかな。で、なんで2つあるかっていうと、まあ、2回行ったからなんですね。ではこっちの袋から開けていこうと思います。でそんなに買ってないです。1回目に購入したのはマグカップですね。開けましょう。じゃーん、ペンギンのマグ、耐熱のガラスマグを購入しました。めっちゃ可愛くないですか。ちょっと暗めグレーがかったガラスになってます。ホリデー2021耐熱グラスマグペンギン 355ml です。で価格は2860円ですね。スタバのホリデーグッズは11月1日からオンラインストアで販売開始で、店頭では11月5日の金曜から販売開始でした。で私はね、11時頃行ったんですけど、もうこれラスト1個で本当に買えてよかったなと思いました。
でスタバって結構朝早くから空いてるので7時とかね、なので出勤前の人とかも買えるので割と争奪戦だったのかなと思います。これもオンラインでは完売かな。スタバのホリデーグッズって再販とかするんですかね、どうなんだろう、あんまり詳しくないんですけど、とりあえずこのペンギンさんの耐熱ガラスマグが買えてよかったです。で、実際方の紙も開けていきましょうか。私はこのグラスマグが欲しかったのと、あとクリスマスツリーに飾るオーナメントが欲しくて行ったんですけど、1店舗目ではもう完売というか1個だけ残ってて、ジンジャーブレッドマンだけしかなかったので、次の日にダメ元でショッピングモールの方のスタバに行ったら1個だけ買いましたので、そのオーナメントを紹介します。今年からクリスマスツリーを買ったので飾ってるんですけど、オーナメントが1個もないんですよね。なので、まあ、気に入ったものを年々集めていけたらなと思っています。で、私が購入したのはこのうさぎさんのオーナメントになります。めっちゃ可愛いですね。陶器でできてて、お値段が1045円と結構お高め、いいお値段ですよね。うさぎさんのオーナメント、これもラスト1個でした。で、アザラシはたくさんあったかな、そっちの店舗では。こんな感じのオーナメントを買いました。かわいいですよね。これをクリスマスツリーに飾ろうと思います。今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。